はい、皆さんこんにちは。万歳大家のチャンネルです。ここは那覇空港、今出てったバスに乗ってきました。今日は移動日、7月27日土曜日です。ずんだもんもこんにちは。いい天気でしょ。いい天気いい天気、こんにちは。ずんだもんなのだ。10日間の那覇滞在も終わり、いよいよバンコクに戻る日が来たのだ。枝豆。まだね、2時間ぐらい前なのね、出発時間よりね。のんびりとチェックインしたいと思います。いや、結構並んでますね。はいはい、もうウェブチェックイン終わってるのでね、紙もあるんだけど、紙それで場所がね 8D なんでございますよ。昨日分かってんだけどね。はい、それでね、係官の人に聞いたら、180人定員中の170名ぐらいだって。毎日毎日大混雑なんだそうですよ。すごいね。はい、出国しました。時間いってないね。時間は2時10分、3時55分発だから、時間たつぷり。それでね、お土産のね、桃買おうと思ったんだけど買えませんでした。だからそれに変わるもんなんかね、ちょっと探します。また乗り口は44円、同じだ。そういえばね、久しぶりに保安検査ヒヤヒヤしながら出たんだ。なんでかっていうと、まあ、荷物は7キロちょうどなんだけど、中にね100ミリリットル、まあ、ちょっと少ない、ちょっと使ったからね、なんていうか研磨剤というかね、油でもないし、まあ、燃えるもんじゃないんだけど、なんか独特のね、ちょっと変わったもの、お化粧でもない、そういったものを忍ばせたんだよね。それ取られるとね、1100円したし高いなでもね、そしらぬ顔をして、そのまま出てきちゃいました。今回のフライトも預け荷物なし、機内食なし、追加料金なしで26,710円。いつもより高かったのだ。しょうがないね。枝豆。で、今ね、お土産屋さん一通り見たんだけど、果物なんか売ってるわけないんだよね。でね、タイのね、これからタイに帰るのに、そのマンゴーとかパイナップルとかね、そういったものはね、まあ、全然いらないんですよ。桃とかね、いちごとか、まあ、寒いところの、あ、リンゴもあるな、タイにな。だからね、これティーウェイだ、まあ、ティーウェイだけどインチョンだね、デウじゃないね。そんなわけでね、早く来すぎちゃいました。ビールでも飲もうかな。映ってんのかな、分かんないんだ。これてるてる。はい、もうすぐランディングです。 FT24-0便、 これですね、着陸しました。やっぱ4時間半ぐらいかかってるみたいですね、これね。今月の帰国は 93.99GB の使用でした。先月は 99GB だったらね、だいたいこんな感じね。いや、列まだ並んでると思ったら上海便だったのね。これ間違いなく最後です。気をつけないとな。まあ8番の D だから一番最後でもいいんだけど。はい、搭乗は出発時間3時55分です。
3列席の真ん中ではない通路側の席だったのだけど、お隣は大柄な白人さん、オーストラリアの方で、タイ人とご一緒だったのだ。いやー、セッター思い込みってね、危ないですわ、本当に。はい、なんとか座りました。なんて言ったってね、ほぼ満席ですからね。まだドアは閉まってないよ、開いてるよね。まだ反応してません。この辺りにいるはずなんだけどね。いや、最後じゃなかった、3人今入ってきました。いやー、ファランです。今時間は、はい、4時2分。これで全員乗ったんじゃないかなと思います。上手が見ました。はい、ドアが今閉まりました。バイバイって言ってました、シゲさん。はい、4時2分、あ、4時3分、ドアクローズです。え、あ、もうすぐテイクオフです。今ここです。今4時15分です。だいぶ遅れちゃったね。はい、加速始まりました。これです。すぐテイクオフです。何時に着くのかな。でね、今隣の方がオーストラリアの方で、さらに窓側の人がタイの女性なんですよ。それでそのタイの女性がね、今バンザイオヤが住んでるね、バンコクのね、すぐ近く、40年前にそこにいたって言ってました。そんな話をまあベラ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 してました。はい、機種が上がりました。テイクオフです。16時16分これね、これこれ。はい、ランディングしました。6時16分なんか早かったような気がする。雨降ってるけどね、やっぱり沖縄です。そこか。バスです。雨降ってます。時間は18時25分。雨降ってるせいか知んないけど、そんなに暑くないね。今はここは冷房効いてるからちょっと涼しいけどね。いや、人めちゃめちゃ少なかったけど、並んだところね、ブースの人がね、男の人で、途中で女の人に変わっちゃって、めちゃめちゃ時間かかってるの。まあ、そんな時もありますよ。はい、空港開放です。時間は18時49分。約7時だね。同じだね、この前と同じパターンです。思い出しました、この前ね、 A2 のバスに乗って降りられなかったというね。今度ちゃんと降りますからね。何かしら変わったことがあるから面白いよね。はい、ここからバス乗ります。雨降ってます。はい、今回は A1 バスなので、降りそびれることはありません。はい、ラチャダーに着きました。タイランドカルチャラルセンターです。今ね、雨も止んだね。あ、ちょっと降ってるか。19時、19時、7時48分、約8時だね。ご飯食べてから部屋に戻ります。それでね、地下鉄乗ってきたんだけど、なんかね、日本人もね、あ、この地下鉄ね、 MRT、日本人にも優しくて、お年寄り半額のね、カードを作れるんです。 BTS スカイトレインはダメなんだけど、それがね、これから日本人はって書いてあったけど、外国人もダメなのかな。そういった割引が効かなくなるっていうね、ニュース出したんだけど、
今半額でね、あの電車乗ってきましたよ、地下鉄ね。だからお金を入れるときとか更新するときダメなのかな、その辺はねこれからの情報です。あ、それでパスポートコントロールのね、あのおばちゃんに聞いたら、もうやっぱりあの一般のアライバルビザ、60日間いられる、ドリアン売ってるね、60日間、7月15日かららしいんだけど、あの今60日間いられるということでした。そういうわけで、3時55分那覇空港発のエアアジア FD241 便に乗って、バンコクに無事到着しました。やっぱりね、雨降ってたんで、このラチャダの道も混んでるね。酔っ払ってないのになんか滑舌が悪いけど、はい、じゃあビッグシープレイスラチャダで、ちょっとねお腹空いたので、この前もそうだったけど、ご飯食べてから帰ります。それで、ここジョッドフェアズまだオープンしてないね。はい、それじゃあ、にゃんごちゃんコーナーご覧ください。今回はここまでにします。バイバイです。声かすれにゃんごちゃん発見。お元気ですか？暑いね、にゃんごちゃん。カオカオって言ってみよう。カオ、逃げなくてって言ってる。ああやっぱりな、ちょっとやっぱりだいぶおじいちゃんなんだな、おばあちゃんか。はい、いいよ、ありがとうね。バイ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 。はい、尻尾よく振ってくれるよね、このにゃんごちゃんね。バイバイ。